鈴鹿コーズウェイは日本の競争馬。2009年 k 応杯スプリングカップを制している。場名は冠名、鈴鹿に父場名の一部を足したもの。2006年11月京都デビュー。2戦目に勝ち名乗りを上げると、3歳児には NHK マイルカップやダービー出走権をかけ、トライアル競争への出走も行われたが成果はなく、シーズンを終え。 4歳となった翌2008年は5戦し、未勝利に終わる。また2008年初頭には、除外が相次ぎ思うようなローテーションを組めない1年となった。2009年2月に、久々の勝利を挙げると5月には、スザクステークスを勝ち条件場から脱却し、オープンへと昇級、中1周で臨んだ、KO 杯スプリングカップでは8番人気と評価を落とすも、優勝。 初の重賞タイトルを獲得し、ジャイアンツ・コーズウェイ3区の国内重賞カチューマ第1号となった。そして、本番の安田記念へ出走したが、見せ場がなく12着と大敗を喫した。その後、休養を挟んで9月のセントールステークスに出走したが、6着に敗れた。続く10月31日のスワンステークスでは一番人気に押されたが、直線で伸びきれず5着に敗れた。 本番のマイルチャンピオンシップでは終始後方のまま16着に終わった。続く12月20日の阪神カップでは、中団追走も伸びきれず7着に終わった。2010年、初戦の高松の宮記念では当初起乗予定だった竹豊が落馬負傷のため、古川吉洋に乗り換わり出走。後方から直線で外から追い込んでくるも6着に、敗れた。続くマイズカップでは、 見せ場なく14着と大敗した。連覇がかかった KO 杯スプリングカップでは、後位追走も伸びきれず5着に敗れた。6月13日の CBC 賞では、人気通りの8着に終わった。夏場の休養を挟み、初のダート戦となったペルセウスステークスでは、最後方追走も伸びあぐねて7着。続く、武蔵野ステークスでは、後方追走も伸びきれず8着。 阪神カップでは、見せ場がなく人気通りの14着と大敗を騎した。2011年、初戦の京都金牌では、後方追走も、直線では全く伸びず13着と大敗した。休養を挟み8月14日の北九州記念では終始後方のまま11着、続く、京成杯オータムハンデキャップでは7着、富士ステークスでは10着に終わった。連投で臨んだ。 スワンステークスは終始後方のまま12着に敗れた。2012年は6月2日の障害未勝利から主導したが6着、続く7月1日の障害未勝利も6着に終わった。自走からは再び平地競争に戻ったが、その後4層して、すべて2桁着順と振るわなかった。2013年1月6日付で競争場登録を抹消し、現役を引退。引退後は、 生まれ故郷のグランド牧場で種ボバとなる。2013年より種ボバ生活を開始。晩年の成績も大敗続きということで、種ボバとしての人気は低く、初年度から種付け数は13.110と少なく、実際に競争場として登録された馬も7.57と少なかった。しかし、初年度産区の出来の良さが評判になり、 4年目の種付け数は61と劇的に増加。その評判に違わず、初年度3区の7頭中6頭が勝ち上がり、そのうちの1頭バンドオンザランが、A 冠賞、イノセントカップ、優秀スプリントと、地方重賞を参照する活躍を見せた。2014年3、編集2016年3、編集2017年3、編集、ありがとうございます。